はい、では本日はですね、5枚のスライドショーで手短にお伝えします日常に転がっている儲ける方法。今日は5万5000円相当のコーヒーや洗剤などをもらう方法で最大で9万5000円ゲットできます。まあこういうアイディアはですね、私が思いついてるわけではなくて、本当普通に暮らしてればあっちこっちに大手の会社がですねどんどん打ち出してくれたり、行政機関がどんどん紹介してくれてるんですよね。ですからこれに気づかない方がいるとしたら、ちょっと情報の取る先がテレビとか新聞とかね、あのニュースサイトのトップページとか、本当に多くの方が当たり前に取るところからしか取ってないんじゃないかなと思うんですよね。で、私の場合はまずは政府の観光物とか、それから総務省のホームページとかね、経済産業省のホームページとか、それが真っ先なんですよ。で、国が第一に発信している情報が一番じゃないですか。その前提として企業の情報とかね、個人の情報とか成り立ってるわけですから、いきなりそういうふうなね、なんかいわゆるサイトとか雑誌に紹介されてるのに行くんではなくて、一番最初は大元の情報にリーチした方がいいかなと思うんですよね。ちょっと余談になりましたけども、今回の件とはあんまり関係がありません。すいません。では早速行ってみましょう。ポン。今ですね、コーヒーショップのネスレオンラインショップってありますよね。ネスレ、コーヒーのネスレですよ。ネスレオンラインショップでは冬支度応援キャンペーンっていうのが始まっているんですよ。で、私コーヒーメーカーネスレのやつを使ってて、毎日毎日コーヒー飲んでるんですけども、まあまさにそこです。あの通販でコーヒーをしているとこういういいことがあるんですよね。うん、じゃあ次のページ行きましょうか。ドン。はい、これね、実はですね、定期注文しないといけないネスレオンラインショップの冬支度キャンペーンなんですよ。で、初回の定期注文分っていうのは6万5000円分を契約しないといけないんですね。6万5000円分です。そういうふうに言うと、最初に6万5000円いるの?っていうふうなね、そんな印象を持つんですけども、そうではありません。きちんと利用規約を読めばそうではないことがわかるんですよ。じゃあ、それを簡単にお話します。ドンと。最初の注文っていうのは6万5000円分なんですけども、最初の引き落としっていうのは1万円の請求しか来ないんですよ。だから1万円は用意しておいてください。次、3ヶ月ごとの定期購入を4回継続する必要があります。要するに1年間やらないといけないんですよ、この6万5000円のコースっていうのはね。で、最初に1万円払うじゃないですか。で、あと残り3回をまたね払わないといけないんですけども、2回目は1万円分の注文がやっぱり必要なんですよ。だから合計で2万円は用意することになります。ここまでね。次、3回目と4回目は数百円でもいいんですよですんで、まあ送料含めて1000円というふうに今回仮定しましょう。そうすると2万と数千円の経費が必要になってくるということになります。はい、収支をまとめると次のようになりますんでね、ちょっとシミュレーションを見てください。どんどん1回目の注文で商品6万5000円分を注文します。この時に支払わなければならない、まあ、いわゆる手付金ですね。これが1万円です。6万5000円分の商品を1万円で買うということになります。次。はい。2回目は、やっぱりね、商品1万円分を注文しないといけないんで、1万円をお支払いください。よろしいですかね。はい。3回目はですね、商品1000円分を注文するのに送料込みで1000円を払うことになります。で、4回目も同じです。支払いが2万2000円ですよね。で、もらえる分が、あと7万7000円になるのかな。こういうふうな計算になります。で、この時点でですね、2万2000円は必ず必要なんですけども、商品としては7万7000円分届くので、5万5000円のプラスじゃないですか。ということが何を意味するかって言ったら、まあ、このね、5万5000円分浮くんですけども、商品7万7000円分があるじゃないですか。これを、どういうふうに現金化するか、もしくは自分で楽しく使うかに尽きるわけなんですよ。そっから先はご想像にお任せします。さらにポイントサイトの i2i ポイントから申し込むことで4万円分の換金可能なポイント、要するに現金です、これが付与されるため、先ほどのと合わせるとトータルで9万5000円をお得に利用することができます。ざっくり言うと、7万7000円分の商品と4万円分の現金、これに対して2万2000円の支払いということなんで、結構お得でしょ?で、あとは商品に関しましては、まあ、メルカリとかなんとかね、あるから、それはどうしようかなって形でございますけども、ここから多くは私は申し上げません。はい、こんな形でね、お得な情報とか稼ぐ情報って世の中に溢れてるんですよ。
だこれに気づいていけば、特にネットのスキルがいったりとかアフィリエイトをしなくてもホームページが作れなくても、いや全然こういう情報ね1日1個実践していけば十分月収100万とか取れると思うんですけどもね。私はやりませんよ。私はね、そういう手間よりも自由な時間が欲しいんで、例えば月収100万を一つのモデルとするときに他に方法がないんだったらこれをやりますけども、私は今配当と利回りでやってるんで、何の作業もせずに、所得が上がった方がいいかなと思いますんでね。ただ私のこのね、普段の暮らしにこういう情報が目についてしょうがないんですよ。ですんでこうやってたまにね、おせっかいながらも動画で皆さんに公開してるっていうところでございます。ちなみにですね、今回のネスレの件、サポートは私しませんので、あとはご自身でされてみてください。まあサポートいるようなもんではないですけどね、ただ私が今回紹介した方法の通りにやるだけでございます。あとはね、ネスレのホームページ、不意時着キャンペーンの利用規約をご自身で、ご一読ください。それでは本日は以上です。